きいですね。そんなわけでシュルク、ダンバンさん、カルナさんです。つけてるジムはですね、転倒抵抗をつけてみました。絶対ね、絶対ね、こういう系って転倒させてくると思うんだよ。というわけで、豪雪のベルガザスさん、マイルないよね。お、今いけた？いきなり未来し、もう光連好き、しまった。鎧を隣に置くなんて、ゼロってスピリットエッジ。よし、シュルク HP アップ外しちゃったからな、外さない方が良かったかなと若干後悔しとるよ。これあれはね、ちょっとバニムと違って移動に時間かかりそうだわ。あれかな、おーっと、何、移動速度アップとかつけた方がいいかな。いやでも移動速度アップつけるぐらいなら、なんつうんだろう、HP アップつけた方がいいかなみたいな感じだな。カルナさんとダンバさんはつけてんだよね。てか HP アップ6が2個しかなくて、作れよみたいな。きた、赤か。これはどうしても強いみたいだね。よいしょ、アーマーすごいね。ちょっとアーマーないとさアーマーないとこれ無理ゲーなんじゃねみたいな、そんな感じかな。心が騒いできたっていうことは、タレントゲージが、50% なんだな。ちょっとさっき言ってなかったけど、シルクの時にタレントブーストつけてみました。だからちょっと溜まりやすいんだと思う。その代わりオートアタックのダメージが半減するみたいな。いや、聞いてないですよ聞いちょらんよ、私は。タマさんごめんね、なんかすごいはるばる、あ、ありがとう、すごい遠い。あー、どうするこれ。ちょっとダマスに励ましてもらう。この紫はどうなんだ。これあれ、もしかしてダマさん追いかけてきてたのって私が励まそうとしてくれてたっていうか。よかったよかった、ありがとう。どうもグランブ。さあちょっとタレントじゃない、チェーンを貯めとこう。パーティーゲージがないと変な時困る。でもさっきのちょっとびっくりしたね、あれはないわ。ちょっとこれ気絶のやつはぶっちゃけこんなん気絶すると思えんからさ、右端に寄せとけよかった。ありがとう、なんかいつの間にか励ましてる。よいしょ。さっき思ったんだけど、私声低いと聞き取りにくいからなるべく高めに喋らないのね。高らかに喋ろう。まずバランスダッシュして、でもなんかよっぽどのことがない限り大丈夫っぽいな。あとはあれだね、夜が明けたら最後みたいな感じだな。よいしょ、回復、気を熟した。絶対尻尾切れるって、尻尾切ろうず。何が剥ぎ取れるかな、ベヒモスの。死ぬって、ちょっと強がるのはやめます。そのわけで格好変わりました。なんとね、グローリーガードがヘイスト6っていうジェムがついてるんですよ。その代わりに、あ、そっか、
タレントブーストと選出をさっき変えたんだ。で、ダンバーさんがもうランスロットと何かみたいな感じになりましたね。で、あとカルナさんもランスロット系ですね。もうなんか防御力を重視的な感じです。ナイス！やった！おっと来た、これだ。結局死ぬ。あーでもダンバーさん、うわちょっときつい、きつい。ありがとうダンバーさん。頑張れ、もう、ほい。もうやだ。さて、リキを入れてみました。シュルクは変わってない。リキがまあこんな感じですね。あ、そうだ、ダンバーさんに素早さダウンのあれジェムつけたから、ちょっとヘイトアップついてないから、ちょっとたびたびこっち向きますね。鎧やっとこ。でもやってる時に限ってさ、よし、アーマーってでも 100% なくなるんだよね、タレントゲージ確か。よっと、ゼロ番の、おっと、なになになに、これちょっと毎回教えてほしいわ本当に。ダンバーさん回復して、我が名のはダンバー、え、ミスってすごい、え、でも一応やる。私たちもやばいし、グッドイー。どうしよう、自分にしよう、よいしょ。ダンバーさんがやばい。アーマーって結構早く切れるんだっけ。奥行きとかやめてほしいわ。やったもん。リキダメ、ちょっと回復できないかな、あれだけじゃちょっとデバフで死んじゃう。あ、でも毒になってない、毒になんないのかな。あ、ちょっとデバフすげえな本当に、もうこんなに削れてんじゃん、リキほんとねえな本当に。あ、本当だ、なんかすごいスリップダメージある。今頃気づいてごめん、ちょっとそういうダメージ値を見る余裕がないんだよね。よいしょ、チップやっとこう。あ、緊張する、すごい緊張する。あ、オッケーだ。回復、あー、うん、自分やればよかった。よいしょ、はあ、ほい。ちょっとアーマーしとく、アーマーしとく。で、チェインを使った方がいいんじゃないかっていう声が聞こえる。使っていいかな、でも怖いんだよな本当に。こういうのとか、アーマー切れた。え、今思いっきり途中で切れた系。リキも死ぬんかーだよねー。あつかダンバンさんが死ぬ。常にアーマーを切らさないようにしたらいいんだ。スローなんないか、あ、なってる。オッケー、
に本当に常に常にアーマーだな、常にアーマー。ほい、ボブちょっとなんで切れた時見計らってくるん、意味わからん。あーものすんごい今狙われとったね、すごい切れた瞬間にやってきたね。これ感覚的にいつ切れるかとか分かっとった方が良さげだな。おお上がった、ありがとう。頑張って、まだ負けられないよ。ライトヒール、ありがとう。ありがとう。元気が出てきた。人のように。行け。まだいけるよね。頑張ろう。ありがとう。ありがとう。騒いできた。ダンバー。ほい。いい攻撃だ。で、鎧。ああ。立て直すの一苦労。よいしょ、前もってやっとった方がいいよね。でも本当に切れてからじゃない、切れてからじゃね、なんか狙われた時怖いわ。本当に狙ってんのかな、あれたまたまなのかな。よいしょ、おっち、何？なんかさ、スキルラインでさ、こういう未来石が来たらタレントゲージがマックスになるみたいなあったよね。そういうの欲しいわ。残念ながらあと100回ぐらい、100回どころじゃないな、雑魚を何千か、ほんと300回ぐらいやんないとたまんない気がする。あーまあいいか、鎧アーマー、よいしょ、一番回復しのアーマー、ほい、ほい、半分やね。ちょっと待って、何？あ、ごめん、逃げ、ありがとう、ちっちょい。ほら、やったー、アーマーすげえな、ほんとに。ダンバーさん行く？ダンバーさん行こう。あー、ほんとアーマー素晴らしいね、アーマーの素晴らしさは異常やね。よいしょ、でもアーマーしたからってそのチェインをしてっていうの発想は今のところないね。念には念みたいな。早く、よし、立て。誰がいいかな、私？私っつうかシルクなんですけど、よいしょ、鎧、あっ、いや、なんでもない。よいしょ、ダマさん、よいしょ、そろそろだ、鎧、そろそろ鎧、鎧行くよ、もう超早めに行くよ、超早めに行くよ本当に早めに行くんだからね。まだお昼になってないから大丈夫だよ、まだ大丈夫だよ、まだ大丈夫、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 大丈夫じゃないよ、大丈夫じゃない、大丈夫じゃないよ、大丈夫、鎧、あ、ちょっとこんなに緊張する戦いが今だかつてあったか。だって向こうさんとかもさ、だんだん赤い炎が出てきたんだもん、どんだけなん。ダムさんで、これで鎧ちょっと鎧をかけるまでちょっと
油断できんよ。何何した今、なんもない、ただのオートアタックよいしょ。ところ騒いできたの、騒いできたの鎧で、あ、なんか、このパターン、このパターンいけば、なにあ、でもやっぱチェーンはね、チェーンはいるよ。パーティーゲージマックスのままじゃないと本当に怖いんだって。ごめんなさい、本当にね、使え使えって思ってる方いらっしゃると思うんですけど、私は怖い、私は無理。ちっちゃい、オッケー。そんでもって、あ、ちょっと待って、なんかさ、励ましてもらいたいわ。励まして、はい、どうも。で、鎧、まあ今使ったばっかりだからさ、多分来ないっちゃ来ないんだけど、一回ぐらいチェーン使った方がいいかな。どうなんやろうな、なんかね、怖い。でも一回使ったらね、あ、結構意外といけるんだねみたいな感じになると思うんだけど、そこはね、ダメなんだよ。そこで甘えてはね、ちょっともう少しなんじゃないのこれ。ちょっと本当にやった、やったー、マジで嬉しい、あー、戦えた、うえー、リキありがとう。リキマジ勇者、勇者すぎる。ちょっと見て、このキリッとしたリキを、やったぜみたいな、してやったぜ的な、でも踊るみたいな、あー、やったー。そしてこの中からね、鉄鋼弾が出るらしいので、鉄鋼弾が出るまでが、うわ、なんか来た、ちょっと危ない、任せて、吹雪だった、やっぱり。戦艦のアバーシさん行きます。あいつ大丈夫なの、あの人は大丈夫なの、ないよね、まあ、とりあえずは？力が出ないよ。え？シュル君、喜べも。今なら連携でいける。リキ、連携大好きよ。チートやろこの人。あれ？なんでカウンタースパイク的なものがさ、即死みたいな。ちょっと待てよ。さて、即死抵抗には全デバブ抵抗がいいらしいので、3人分作ってきました。あとついでに力灼熱強化の6を作りましたね。よっしゃ、行くべい。さあ、アバーシさんお願いします。ないよね、おっしゃ、わあ、やった、即死終わった、即死タイム終わった。これで私ちゃんと戦えるを、あ、そういえば多分常にアーマーをつけとかないとやばいような気がするので、アーマーをつけます。まあ、あの戦い方はこの間さっきのベヒモスと同じだな、基本的にな。おい、あとね、タレントブーストの6がね、ベヒモスからもらえるっぽいけど、まあそこまでの気力は私にはなかったということだ。シャドーアイ、ちょっと待って、あ、そうだ、あんま切れてる、危ない。そうか、こいつ何してくるんだろう、なんか全然さ、わかんないからさ、あ、てかさ、あんま横行に行きすぎたらさ、なんだっけ、ソロゴスだっけに気づかれるのがちょっと嫌じゃない。甘髪って、超甘髪超甘髪ってなんだよいらねえよ、どんだけ懐かれてんの私たち。で、チェインどうしようかな、今んとこ何されるかわかんないからな。よいしょ、鎧のチェインしようで、なんかね、基本的に高レベルになると転倒がいいみたいな、転倒ハメとかあるらしいのね。でもさすがにね、私転倒ハメはダメだと思った、転倒ハメはダメだと思うから、そこまで本気出してやらない2周目来いよおいこれ気絶するんかな、来い、しない、向こう、
ちょっと私おとなしく赤でつなげようかな。なんか点灯するとチェインが続きやすいみたいな感じらしい。知らないけど見える、見える、何が見える、超尻尾打ちババーン。 レジスト、何がレジストされたわからんけど、私はアーマーをつけることにする。ちょっとアーマーミルクスつけよう。ちょっとさっきのさ、ベヒモス戦でさ、なんかいろいろ学んだことがあるわけやん、私だって。とりあえず、うっと前に来すぎた。あ、ちょっと私へこんどる。あ、リキお願い、リキお願い、ほい、あ、ありがとう、リキ、かわいいよ、ほい、アーマーつけた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 いよ、よっと、今ならやれそうだ。誰かつけよう。ライドヒールとかはさ、もうなんかリキャストもあるしさ、できるたんびにやっときたいね。よいしょ、ほい、あ、もう使っちゃったけど、お、極炎鬼殺し、火殺し、鬼殺し、うわ、なにこれ、これ全体技やろ、完全に。まだ先がある。これで1500だもんね、すごいね。あ、これ使っとこう。あ、なんかよく主力へこむな。逃げる、逃げとく、逃げとく、逃げとく。熱い、やっと、待って、落ちるよ、おー、ナイス、リキー、ナイスだよ、よく働くね、リキー。よいしょ、頑張るもん。よいしょ、エアースラッシュ。ちょっと何この前デバブ抵抗、半端ないやろ、どんだけ使える子なん。ちょ、てかさ、全デバブ抵抗がどの程度あの影響されるんか私分かっとらんないけど、なんかいまだにね、バブデバブがよく分かってないからね、ここまで私やっといてまだ分かってないからね。でも分かってなくてもできるゲーム、そんなゲームですよ、ゼノブレード。皆さんでさあやりましょう。今5分ぐらい経ったかな。超天空体当たりテン、どうしよう、よいしょ、さてチェインもやっとこうかな。大丈夫だよね、次アーマーできたらやろうかな。ところで、あれかな、スローにはかかってる。おっと、ナイス。あ、意味ねー、すごい意味ない回復した。よいしょ、オマダドーアーマーで、チェインします。赤でつなげる。ダンバーさん、お願いします、お願いします。もう手汗がすごいんだけど。あ、どうする、どうする、2周目来ることを願う、どうする、いや、使う、ほい、ほい、ほい、オーカーランブ、やってやるもん、ほい、2周目来た。もう一回これでさ、モナドアーツ使えたらまた。来たね、ダンバーさん、来たよ。こっちの方がいいかな。ほい、リッキー、もう赤ないもんだって。回復も別にいいしな、怒ったもん、うん、転べもでいいか、こけろー。あれ、今ってダメージあったわけ。なんでこういう時に限って3周目とかあるわけ。決まったね、決まったよ、タッチ。さあ、すごい手汗が、本当にね、本当に私緊張しております。半分だよ、だってまだ2回2戦目にして半分。よいしょ、鎧やるよ。なんかさ、シルク常にさ、なんか2人ともすごい燃え上がってるのにさ、左ね、シルクだけ真顔なんですけど。
私は燃えとるよ。シルクだけだよ燃えてないの知ってる。もうシルク気合頑張ろうよ。でもシルクどっちかっていうとさ、なんか当てるキャラっていうよりもさ、こうみんなを守るキャラだからね。モナドアってこそのシルク、そんな感じでいこう。そこだライトヒール。さあそろそろタレントアーツを、そろそろタレントアーツ。ちょっと待って、今12時だよ。12時、よっと5時になったら朝になるんだっけ。ちょっと5時までに片付けたいな。大丈夫かな。5時、4時、あ待って、なんか後ろにもう変な人おる。これほっとった方がいいかな。どうやろう。うちょっと待って、油断した、すごい油断した。私あーやばい、よろいね。次よろいするよ。ストリームエッジじゃなかった、なんだっけこれ、ストリームエッジ、これをやってのよろい。 OK。 であいつどうする。ちょっとあれ相当邪魔やね。ちょっと最初に倒しておくべきなんかな。ちょっとその辺私甘かったね、その辺の。あでもさ、なんかさ、あいつもさ、こいつの尻尾が邪魔でなかなか近づけてないと見た。で私回復 C の、あちょっと鎧したいよ。大丈夫、ダンバーさん大丈夫。大丈夫じゃないけど大丈夫だよね。ちょっとあごめん、ありがとうリキ。そう励まそうとしてくれとったんやね。リキにヘイト来てんのになんで近づくしみたいな。変なこと考えとった、ごめんねリキ。よしよし、ほい。でアーマーシーのでそうや、あのねリキとダンバーさんね、転倒抵抗が 75% なんですよ。っていうのも足についてるユニークのジェムなんですね。ユニーク装備のジェム、そう、それが痛かった。で、鎧だね。鎧を C のエアスラッシュで、なに超甘噛みか、びっくりした。で、あちょっと待って、へこんできたよ。ちょありがとう、ありがとうリキ、いつもありがとう。ダンバーさんが死ぬ、ダンバーさんが死ぬ。ちょっと何よ、誰よお前、もう本当にもう。よいしょ、あ、ちょっと待ってリキ、あの、とりあえずリキに励ましてもらおう。励ましてもらってオートアタックで貯めよう。ちょっとリキ、大丈夫、当たってないもんだって。お間に合う、よかった。ふぅで、ダンバンさんにを回復の。しょっちゅうだよ、しょっちゅう。あのシルクのテンションが下がるんですけど、ちょっとこれは対策がいる。なんかテンション変動なしみたいな、そんなんないんですか。常に真顔でいいからみたいな。よいしょ、心が騒いできた。だってしょっちゅうミスるんだよね、何気に。ほい、これでさ、これで朝になってちょっとオートアタック入らなくて、ちょっとモダと使えなくなるのは怖いね。あチェインの基礎です、彼忘れとった。どうしよう、チェインしようか、チェインしよう、だって朝になるし。何もう誰だよ、もう本当にそういうのやめて。ダンバーさんお願いします、任せろ。どうしよう、2周目期待する。リキに任せろ。もう一丁だ、任せて。ふぅ、こい、よし来た、まだだ、よっしゃー、オオカナーム。ほい、ほい、ほい、オオカランブ、よっしゃー、来たー、やった、何この、なんかさ、すごい喜びたいのにこいつが邪魔っていう。ちょっと待って、ここ待って、スパイクワロス。ちょっとさ、ここでさ、なんか今まで使ってなかったサイコロ使おうぜ。あ、チェインで使えばよかった。
おらー、やったー、やったー。というわけで無事に高ユニーク、高レベルユニーク制覇しました。ちょっとさ、最後さ、あ、なんだろう、コツ掴んだからかな、コツ掴んだからそんな死ななかったっていうことかね。あー楽しかった。でもうんうん、なんかやりがいがある戦闘やったね。これから喜びもが持ってないから、喜びもが欲しいな。さあお前の力を見せてもらおうか、みんなの任天堂チャンネル。今までの記録、遊んだソフトの記録、私ね絶対モンハントライよりねプレイしてる自信が、あ、意外と言ってなかった。あのね、クリアした直後が200時間50分だったんだよ。ってことはだよ、112時間番外編をやってたみたいですね。どんだけな。てか312時間って基本的にさ、なんかそんな RPG でそんなにやったかみたいな感じじゃないですか。トライが意外とやってた。そしてスマブラも意外とやってた。てか多分これね、つけっぱなし時とかあったと思うんだよね。ワンピースも結構やってんな。マリカやってんな。牧場。うん。時のオカリナ。ああ、はい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 。ドラクエあんまやってないね。ダンスダンスレボリューション。これもあんまやってないな。これ、1週間で飽きた。マリオギャラクシー。ああ、他のパソコンじゃない。Wii でやってたもんな。呪音。11時間。まあ、そんなね、恐怖に11時間も使っとったんかっていうね。フロンティア。うん、これも積んでるもんな。バイオハザード。うん。Wii スポーツ。買った当日に飽きた。ああ、うん、何これ。ああ、はい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 。はい、そんなわけでした。無限ループって怖いね。ストーリー、クエスト、ユニークモンスターとゼノブレードを遊び尽くした気満々ですが、お楽しみいただけたでしょうか？私はすっごい楽しかったです。ご視聴してくださった方々、ありがとうございました。あと、2週目オープニングを単発で動画を上げるので、そちらも見てくださると嬉しいな。それでは番外編はこれにて終了です。以上、さやかでした。バイバーイ。